はいどうも、マナマンです。今週の注目選手ガチャは、代表ウィークのため、クラブセレクションの注目選手ですね。インテルとACミランが来てまして、すべて黒確定かな。なので、今回はガチャをね、6回、3回ずつ引いていこうかなと思います。注目はナインゴランと、ゴールキーパーかな、両チームとも。ハンダノビッチと、どんなルンマ、この2人ですねはゲットしたい。さあ行きましょう。さあキーパーだったらすぐ分かるけどな。イータバルデか、総合値一番低いけど、まあ、2018でも結構使ってた金の優秀選手ですね。スーパーサブ持ち。さあこれかぶった疑惑あるよこれ。いやかぶったケイタバルデかぶり。いやこれやったらもう3回かぶってナインゴランかハンダノビッチに交換したい。さあどうなる。いやー被らんかったな。お、ディフェンスの選手かなこれ。ウルサリコサイドバック。さあ今度はACミラン。スソは持ってるからな、一応フィーチャードプレイヤーで。かぶるんだねスソ。まあ、こっちのが若干能力が高い。ちょっと欲しい選手が来てくれないなマジで。いやゴールキーパー欲しいんだけどねゴールキーパー。ルーカス・ビリアね、黒だけど微妙なんだよねボランチとしては。まあ、モドリッチにちょっと似てるって感じなんだよな。いやーゴールキーパーマジ欲しい。頼む、紙引きを見せたい。いやー終わったー終わったー。しかもまた裾っぽいな。いやーこれはダメだったねー。スソそんなにいらんで3人目のスソやでこれ。実質さすがに交換できひんよなこれ、同じじゃないから。はい、次の動画では、CL ガチャがまた来てるので、今50万 GP あるのでこっちのガチャでデヘアをねぜひ当てていきたいかなと思いますね。はい、では今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。